事件簿のコーナー。イエーイ。汗だくドロドロ。どういうこと？結構な頻度で構われますね。ユーマのパニックハウスチャンネル、サレタです。さあ、今日はですね、久しぶりじゃないですか。お久しぶりです。ですよね、久しぶりの登場、この方です。はい、人事官ひとぽんです。イエーイ、人事官ひとぽんママ。今日はひとぽんママ久しぶり、はい、この企画をさせていただこうかなと思います。ゲーバー事件簿のコーナー。イエーイ。最近も新宿2丁目を私たちが制作します。事件ありますね。そうですね、もう事件だらけです。皆さん、ちょっと聞いてくださいよ。ベスト3に分けてお届けさせていただきますので、ひとぽん行きましょう。はい。今もうね、5月に入りましたけれども、3月の末20何日かにそのまん延防止法が解けてですね、はい、やっとまた新たに通常営業が再開いたしました。もうここ今お二人で拍手はしてるんですけれどもよね、あなた。やっとこさっていうぐらいまだまだゆっくりやな、人の戻りが。そうですね。お客様の入りがな、うん、はい、もう第3位から本当にこうちょっと暗いニュースというか、もうこれもう私たちのもう命がかかってるね、生き残りがかかってる重大事件です。そうです。お前思ってます、ちゃんと。いや、思ってますよ。思ってますよね。来てほしいな。そうですね、来てよ、珍獣館に来てよ、お願いよ。今は夜何時からオープンの告知しておきましょうよね、せっかくだから。はい、今はあの夜20時8時オープンです。夜8時オープンでございますので、でまあ、その日によってね、平日週末とかでクローズタイムがちょっと変わってくるとこもあるか、はい、ということですよね。ですが、ひとぽんママの SNS をまだ概要欄に貼っときますんで、珍獣館の住所も貼っときますんで、ぜひともお越しいただけたらなと思います。やっぱまだまだ遠方でお越しになれ、気持ちが来たいよって言ってもなれない人もいるじゃないですか。そうですね。そういう人たちはまあ、コメントだけでも勇気もらえますし、よかったらなんか、物でも送っていただけたら喜ぶわ。いいけど、やりすぎた。あなたがこれ言えって言ったんだな。いいえ。さあ、それでは、はい、第2位いきますか。はい。はい、ちょっとね、嬉しいお話なんですけども、3年ぶりに東京渋谷で行われてます、代々木公園で行われてますレインボープライドという私たち LGBTQ のお祭りが、イベントが開催されました。なんか聞くところによると、今回は行ったみたいな。はい、今回のお客様と、お店のお客さんと、はい、行ってこられて、私はちょっと行けなかったんですよ。他のスケジュール入ってちょっとね、今回行きたかったんですけど。あなた何曜日に、何日目に行かれたの？私は、真ん中の土曜日に23日行ってきました。めっちゃ天気いい日、雨の日か。天気良くて、大変なことになりました。どういうこと、大変なことって？もう汗だく、ドロドロ。どんな感じでした？華やかな、まあ、ステージとかも見られたんですか？ステージの方はちょっと遠目からしか見てないんですけども、すごいからね。そうですね、結構ね、ドラッグクイーンさんとかもね、だからみんなとね、写真撮影したりとか。へえ、そうなんだ、はい、あと他の YouTuber さんね、うん、来てていっぱい来てましたね。なんか飲んだりとかも、お酒も出てた？お酒出てましたね。いいな、飲んだの？飲みましたね。飲み終わってすぐまた次隣で飲んで、また次隣で飲んで、ずっと飲みました。ずっと飲みました。はい、あんだけゲームの人とか来て、なんかやっぱナンパされたりとかあったんでしょ、あんたのことだから。一切ありませんでした。本当に？はい、何もありません。あのお客さんと行ったっていうのはやっぱイケメンと行かれたんですか？あの女性のお客様と行っております。女子会のように行きました。女子会のようにで、はい、さあ、それでは久しぶりのゲーマー事件簿第1位は、あなたからちょっとなんか事件があったということで。そうです、はい。何ですか？
ね、あのマンボウ解除され、そうね、はい、うん、その直後、うん、酔っ払ったお客様に噛まれました。どういうこと？どこを噛むか、あの腕、腕というか、あの肩、肩、そしてなぜかあのこ、ね、下の方はないですけど、この辺を大きく噛まれました。もう肩はもう BCG みたいな跡残るぐらいの、はい、どういう感じなの？いきなりガッときたの？そうですね、いきなりなんか、ね、抱きついてくるのかなと思ったら男性のお客さんだったんですが、うん、やだ、抱かれると思ったら思いっきり噛まれました。それちょっと気をつけんとあれやね。まあ、嫌いではないですけども。何やそれ、嫌いじゃないの？あなた、そういうの嫌いではないです。全然 OK なの？その好きな人とか分かんないけど、そんな、あ、はい、全然 OK です。あはーって今、あれがなかった今一瞬。あはー想像して何を想像して今喋ってるんですか？そんな経験あるの？ありますよ。噛まれんの？はい、噛まれる。どこを？いろんなとこ噛まれてます。結構な頻度で噛まれますね。やめてよとかならないの？やめてっては言いますよ。最初だけ言います。へえ、はい、それは何だ？その相手は噛むのが愛情表現とかどうする？そうですね、そういう方もいらっしゃいますね。そういう方も、そういう方のみにしてもらいます？愛情ないのに構えてたら私絶対頭はたきますよ。そんなもんやだわ。そうですかね。愛情なくても私大丈夫です。すごいね。だからこういった人がおるから、やっぱこうルイは友を呼ぶじゃないけど、その人も分かったんじゃない？あ、噛んでいい人だと、この事件の人ね。まあでもそうでしょうね。だからちょっとまああと残ったわけですから。そうですね、2週間長いよ、2週間ってで、ね、大丈夫？相当深く噛まれて気をつけて。はい、なんかもうあなたはもう見た目もそうかもしれんけど、似てるか、もうヨギボーがなんか置いといたら、ここにあなたがヨギボーに見えてきますけど、ヨギボーやったらカンって噛まれてもさ、まあ確かにね、ね、大丈夫ですが、ね、やっぱ生身がいいんだ。生身で。そうだな、はい、わかりました。ということでございまして、今回久しぶりに一週間の一ポンとゲバジゲンポお届けさせていただきました。一ポンありがとうね。ありがとうございます。はい、また YouTube 見てお客様来たらいろいろとおしゃべりしてあげてください。はい、皆さんもぜひとも一週間にもお越しください。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。以上、ゆうまのパニックアウトチャンネルでした。またね、バイバーイ。